はいどうも、しろこりです。コンコリー。Yes, you are grace. 続きをプレイしていきます。はい、27周目終了しました。新しく狩人のベレクが仲間になりました。それによってお金が減っていく一方です。どうするんだ。とりあえずね、調査は進んでいます、犯人の。というわけで次へ進みましょう。グレブの28周目。はい。あ、手紙が来た。お父様、すべてを説明する時間はありません。タリスの死にお父様は関係ないことは分かっています。イボは自分の父親を毒殺した人物を知っていると思います。ここはとても緊迫した雰囲気に包まれています。イボと彼の付き人は私のことを話しております。彼らは私が一緒にいることを許さず、いつも私は部屋に送り返されます。私は彼が何らかの計画を考えていると聞きました。早く音を。手紙が途中で途切れてる。どういうこと？イボは毒殺した人物を知っている？なのに、罪をなすりつけようとしてきてる。やっぱりイボがやったこと？なのかな？で、何らかの計画を考えてる。早くお父様に会いたい。途中で文章が途切れている。もしかして急いでいたのでしょうか。まあいいでしょう。もうすぐイボと共にここに来るはずです。着いたら直接話を聞きましょう。そうだね。裁判の準備はできましたか、陛下。ああ、できることはやった。まだです。裁判は来週？マジ？証拠を集める最後のチャンスです、陛下。その週は捜査官に報酬を払う必要はありません。使いませんから。マジ？そうだな、ありがとう、オードリー。マジ進んでないって。将軍陛下、手紙の飾りについてはあまり情報が見つかりませんでしたが、北の王や殿方はいろんな飾り付けで手紙を書くと聞きました。北？まだこの伝統を続けている方がいるかもしれません。感謝する、将軍。もし他に何か見つかったら教えてくれ。北って言われても、あの地理が分かんないけど、アレナ陛下、村の端の方に住んでいる家族が昨夜風により子供を亡くされました。私は子供を助けることはできませんでした。お子さんが安らかに眠れるようせめてでも墓を掘ってあげました。彼の魂が報われるように祈りました。陛下の名で精霊に導いてくれと頼みました。親御さんは王の者が助けに来てくれたのをとても誇りに思っております。そうか、満足度上昇。狩人。陛下、牙について情報を得ることができました。珍しいドラゴンの牙です。おそらくアラデーモンのものでしょう。パラドゥールの森に住むメスのドラゴンです。パラドゥール？なぜそんなものが城に？誰が落としたのか分かりませんが、相当な冒険家でしょう。オードリーの言う通りです。こんなものはデイバーンでは手に入りません。デイバーンでは手に入らない冒険家。レナ夫人、お呼びでしょうか。手紙を見つけた。この手紙を見てくれ。周りに綺麗な花の絵で飾られている。これについて何か知っているか？花ですか？私の近くに住む殿方は手紙を飾られる方もおられますが、お前も飾った手紙を使うのか？使う時もありますわ、陛下。重要な手紙だけですが、結婚式の招待状とか。いつも手紙は何で飾られているのだ？バラです。いつもバラです。愛を表す花ですからね。そうか。もう一回結婚について聞いてみる？陛下はすでに私の申し出をお断りされております。何も話すことはありません。なのに支援してくれてるの、どういうこと？以上だ。そうか。あんまり大した手がかりにはなってないな。農民。陛下？お忙しいところすみません。ですが、私たちは今、とても悪い状況に陥っています。私にはなぜこんなことが起こっているのかわかりません。誰かが神に対して私たちが罰を受けなくてはいけないほどにひどい行いをしたのでしょう。
私たちの神聖な樫の木が想定より早く枯れようとしているんです。この時の人か。すべての葉っぱが落ちようとしていますが、そんなことが起きる時期ではないはずなんです、陛下。捧げられる生贄はすべて捧げました。みんなで集まり祈りも捧げました。ですが何一つとして問題の解決にはなりませんでした。そこで私たちはボロスが地底から抜け出したのだと思いました。彼は罪人を探しています。彼は誰かの家に潜んでいるに違いありません。それがたくさんの雷雨が起きた原因です、陛下。雷の神がボロスを探し出そうとしているんです。雷は彼が地底に戻らない限り降り止まないでしょう。陛下、彼を見つけるため狩人を送ってください。もしくは今夜の儀式で使うための資源をください。神の怒りを鎮められるかもしれません。狩人3周はやばいでしょ。まあもう3周とかないけどね。もう帰ってこないってことになっちゃうけど、資源はないしな。なんかもうさ、満足度下がってもしょうがなくない？なんかしょうがなくないってなってきたわ。ハリウド3周とか無理でしょ。すまない、ちょっとマジで余裕がないんだ。木に関して手助けすることはできない。新しい木を探すほかないだろう。ただ他の人たちのように教会で祈りを捧げればいいのではないか。なんと陛下、今の発言は私たちの神への侮辱です。あなたがどんな王国を支配しているのかよくわかりました。自分の国民しか助けないのですね。まあ自分の国民の助けも断っちゃってる現状ですからね。いつの日かあなたに天罰が下り後悔することになるでしょう。え、めっちゃ下がったじゃん。ちょっと下がってもしょうがないと思ったけど。ジョーバン、陛下、フレデリック閣下が殺されました。どういうこと？常磐公が彼を暗殺しました。え、後悔はありません。一つもない。なぜだ？なぜ彼を殺した？彼は生きる価値のない男です。フレデリックは暴力的なクソ野郎でした。ロアナ、彼の妻は長い間苦しんでいました。ノーキ氏が嘘つき野郎だと証明することができて彼は大喜びでした。ノーキ氏に勝ったことを彼は祝いました。たくさんの酒を飲み干しました。彼は自分が無敵だと思っていました。そして彼の妻ロアナに自分が強い男だと証明したかったのです。で暴力を振るったってこと？お前はフレデリック閣下を慕っていたのではなかったのか？彼の許可がなければ私の軍の手助けはしないと言っていたじゃないか。彼は私に戦い方を教えてくれました。ですが最近彼は飲んでばかりです。そして彼が妻のロアナに何かしているか見てしまいました。彼は一時英雄だった。それが今では光を失った星です。私は彼の虐待を許すことができなかった。でも彼は私の上官です。先に彼が陛下の軍隊に加わってほしかったのは彼を怒らせないようにしたかったからです。私の過ちでロアナが虐待されるのは見たくありません。ですがまさか他のことで彼を怒らせるとは。彼は飲むとよく暴力を振るいます。誰もが知っておりました。彼の兵士、農民までも。英雄か。フレデリックはロアナを殴り部屋から出しません。誰も彼女を助けてくれない。みんな彼が怖かったのです。私はもう彼女が苦しむところを見ていられませんでした。さあ私を処刑するならしてください。ですが陛下なら分かってくれるはずです。フレデリックは生きる価値のない男だったと。私の命を救ってくだされば私の兵士120人を陛下にお渡しします。そして私の長槍兵が陛下の軍に助力いたします。彼らはラドビアの騎兵隊にうまく対応できるでしょう。そして毎週陛下に金 5G をお支払いいたします。お前は自由だ。罰を受ける。支援もらえるならお前は自由だ。そっか、フレデリック閣下いないの？マジかよ。お前は自由だ。
騎士たちにとってこれは残念な知らせだ。だがジョーバン、お前の気持ちは心からわかる。お前の罪は見逃そう。私の兵士と共にレイバーンを守ってくれ。今のところはあまり目立たない方がいい。念のために。ありがとうございます陛下。あなたに聞きたいことがあるんだけど。聞きたいことがあるのに言っちゃったよ。オーレリア、エリク、大切な話があります。ちゃんと確認したかったけど、もう14週間になるから。でももう確信に変わったわ。え、子供ができたの本当に？それは素晴らしい。今回は息子だといいな。そうねエリク、今回はそうだと思うわ。娘たちにはもう伝えたか？いえ、まだ伝えてないわ。私が伝えてもいいか？もちろん。やったね。次こそ男の子だといいね本当に。はい、では次農民。陛下、私の村が猛獣に襲われました。狼の群れが小屋を攻撃しました。鶏を盗み追い返そうとした者を襲いました。もう食料があまり残っていません。この時期は特にお腹を空かせているんでしょう。きっと戻ってきます。カリウド、資源は無理。まあこういう時のカリウドだよね。カリウドなら狼の行動を把握しているだろう。彼なら狼を見つけ出すことができる。素晴らしい。狼がどっちにいたか彼に教えます陛下。よし。農民、お会いできて光栄です陛下。私の名はボグスラブです。邪魔をして申し訳ありませんが、実はある問題がありまして、妻がすごく怒っているんです。しかも怒るだけの理由が彼女にはあるんです。全く悪気はなかったんですが、彼女のために召使いを雇おうと思い納屋を売ってしまったんです。妻がいろいろと大変そうだったんです。子供たちもいますし、農作業が私の収入源なので、納屋を売ったことを知った妻は激怒しました。確かに彼女の言う通りだったんです。もっと考えるべきでした。なんで納屋売ったん？いろいろ試したんですが、何をしても許してくれないんです。じゃがいも畑で仕事を始めてみました。ヒゲも剃ってみました。もうどうしたらいいか分かりません。助けてください陛下。いや、恋愛相談なら別でやれ。誰だって過ちは犯す。なんでこれで差があるんだよ。おかしいだろ。これ、この相談断るなら国民のためでしょ。だってこいつの恋愛相談のために将軍送るんか。それおかしいやろ。誰だって過ちは犯す。でも自分で何とかしなければいけないのだ。そうですよね、陛下。邪魔をしてすいませんでした。ああ、やっちまった。なんで満足度下がるんだよ。納得いかないぞ、それは。それはいけないよ。これ魔女さんにさ、手紙について聞けないのかな。魔女さんに手紙について聞けない。ダメだわ。セダニ、陛下、いい話があるぞ。お前のお姉さんがもうすぐ城に来るぞ。あまり両方だな。いい話があるぞ。お姉さんになるんだぞ。え、お姉さんならもういますわ。お前に妹、それか弟ができるんだ。え、本当ですの？いつ？弟が欲しいですわ。名前は何にしますの？まだ決めてない。まだ女の子か男の子かもわからないんだ。だがあと20週ほどで君はお姉さんになる。それって長いの？ああ、だいぶ時間がかかるだろう。楽しみですわ。彼と一緒にローリーに戻るよう説得できますわ。お前のお姉さんがもうすぐ城に来るぞ。待ち遠しいか？はい、ダスティを連れてきますか？どれくらいいるのですか？彼女にコンコンのことを伝えないと。セダニ、言いにくいがダスティは今回来ないのだ。君がどれだけ会いたがっているか分かっているが、猫にはあまりにも長い旅だ。いろいろ終わったらすぐにダスティにこっちから会いに行こう。どうだ？それでもいいですけど。だったら新しい捜査官を探さないと。でも庭にはもう誰も来ないわ。きっと誰かが見つかるだろう。またカタツムリなどはどうだ？カタツムリはあんまり捜査官には向いてないと思うんです。
そうか。じゃあ、アサリアにも伝えに行かないとですね。アサリア。はい、お父様。いいニュースだぞ。お母さんに子供ができた。なるほど。寝室が最近にぎやかだったからね。聞こえてたの？アサリア、それは。ごめんごめん。でも娘は私たちで十分じゃない？ああ、お前たち三人で十分大変だ。今回は息子が生まれることを願ってる。私の後継者が必要だ。そうね、私も妹はセダニーで十分。それに男の子ならいたずらに耐えられるかも。おいおい。よし、そんなとこですね。報告は終わったよと。あとは？寝室。やったな、オーレリア。エリック？気分はどうだ？素晴らしいじゃないか、オーレリア。ええ、嬉しいわ。気分はどうだ？まあ、今朝からずっと吐いてるけど、大丈夫よ。ちょっと体がしんどいだけ。ロスリアがお腹の中にいた時のことを覚えてる？もちろん、あの時と今とでは全然違うな。あの時みたいに気楽に暮らしたいわ。私もだ。戦争や殿方、農民の心配もする必要がなくて気が楽だった。何か必要だったらすぐに言ってくれ。いいな。わかったわ。私はここにいて、夕方には誰かに暖炉の火をつけてもらうわ。日が沈むと寒いですからね。ああ、では後でな、オーレリア。そうか、本当によかった。後継ぎについては。では今回は、将軍と魔女を、まあ、どこでもええわ。どこでもいいな。どこがいいかな。じゃあ、ここに、派遣して、将軍と、魔女、派遣しました。これで、あとはもう一人。もし殿方が亡くなったら、ドクロのアイコンが隣に出てきます。そうなったら、もうこの殿方とは連絡が取れなくなります。とか、多分、納期氏の味方をしてたら、フレデリック閣下は死ななかったんだよね。で、納期氏の支援を受けられていない。ビアリットが何かニュースがあるそうだから、呼んでみましょうか。そうだね。でも犯人は見つかってない。もうダメだ！犯人が見つからない！終わる。28周目終わりました。常磐港のおかげでね。そうね、お金は貯まるようになったんだけど、資源が、やばい。やばいね。これはやばいですよ。あ、ハリウッド戦闘準備入ってくれますね。これで、OK、セーブして続ける。裁判来ちゃった。どうしよう。裁判へようこそ。ようこそなんていう気分じゃないけど。まずは証人の話から聞くとしてよ。その後に証拠を見ていく。そして最後に犯人が誰かを言い渡す。え、ここで自分で判断すんの？お前らの一部には容疑がかけられている。そして私はこの中に犯人がいると信じている。それでは証人の話を聞こう。陛下、証人は2人。いえ、3人います。誰から始めますか？タリスの付き人、タリスの番兵、ブランカの農民。誰から？誰から関係あんのか？農民、万兵付き人？まあ、付き人から行くか。タリス王の付き人。来たわね。名を名乗り、証言を述べよ。名はリーゴと申します。私はタリス王の付き人でした。私は非常に重要な情報を持っています、陛下。そこにおられるレナ夫人を私は知っています。彼女は結婚式が近くなった頃に、我々の知らに現れ、タリス王を脅してきたんです。え、あ、なんか嫌いって言っててましたよね、タリス王のこと。彼女は自分の息子がロスリアと結婚する予定だったイボではないと言ってきました。約束してないのに。彼女が言うには、結婚式がこのまま開催されたら、彼女はタリスとその家族を殺しに来ると言っていました。本当に？
我々はその事実に応じて進めるべきです。陛下、彼女は間違いなく犯人です。嘘よ。お静かに。あなたは最後に話す機会が与えられています、レナ夫人。助かった、リーゴ。お前の情報はとても役に立ちそうだ。そうなの？タリスの番兵。番兵、前に出ろ。名を名乗り、証言を述べよ。私はルート・フリドと申します、陛下。私はタリス王の護衛で、ちゃんと任務をこなしていました。ちゃんとではないだろう。そう思いでしょう。しかし、普通の毒ならば何かしらできたものの、あの時の毒は回るのがとても早かった。タリス王が亡くなった日は、私の不名誉と罪を負った日でもあり、異謀王へその対価を支払い始めた日でもあります。それはさておき、本題へと参れ。私は数年間、タリスの元に多くの人が訪れるのを見ていましたが、納期氏ほどタリスを怒らせた人はいませんでした。あ、そうなの？みんな、彼がどれだけのホラ吹きか知っているはずです。私はホラ吹きではない。ホラ吹きではあるけどね。王たちの前で私に恥をかかせるとは何様だ。贅粛に。タリスの妻、パロマを納期氏が助けると言った後、タリスは彼のことを嘘つきだと言っていました。納期氏が助けようとしたのは、彼がやってもいない行いによって有名になりたいだけだと知っていたからです。納期氏は自分は嘘つきではないと激怒し、恐れていないということをタリスに見せつけてやると。わかった、もう十分だろう。これは関係ないな。続けよう。これは全然役に立ちません。ブランカの農民。ブランカの農民、前にいたろ。名前とどこから来たかを教えてくれ。私の名前はヘルマーです。エットン校の町ブランカ出身です。それでお前は何を伝えに来たんだ？私はブランカでブドウ畑を所有しています。長い間エットン校を見てきましたが、最近の彼は何かとても変なんです。大民術にかけられたかのような状態で村を歩き回っていました。よくもそんな大嘘をつけたな。落ち着いてください、エットン公。ある時は私のブドウの花にションベンを撒き散らしていました。そのせいで私のブドウは育ちませんでした。ひどいですよね。彼は悪人です、陛下。タリスを毒殺したのはきっと彼です。それで以上か、ヘルマ。今ので十分でしょ。とにかく彼を排除してください。次は誰だ？これだけじゃね。これで進めるの？それでは進めよう。マジかよ。これで証人すべてなの？本当に？では証拠に移ろう。動物の牙だ。動物の牙。珍しい品だ。このような牙を持つ怪物に遭遇し、生きて持って帰ってこれる人は一人しかいない。ドラゴンスレイヤーの納期氏、前へ出なさい。容疑者の一人目か。この牙を調べた。こんな珍しい形の牙を取れる怪物は一種類しかいない。遠方にあるカラドゥールに生息しているアーラの悪魔だ。そんな遠くの地を探索し戻ってくるなんてことはお前にしかできないだろう。納期氏がこの怪物を殺したか殺していないかはわからないが、物語を語る時のためにお守りとして首にかけていたのだろう。この牙はワイン貯蔵室で見つかった。そこで納期氏がワインに毒を入れた可能性がある。彼はタリスの妻パロマを救う手助けをしようとした際にタリスから恥ずかしめを受けた。納期氏はこの恥ずかしめに耐えられなかったからタリスを殺す計画を立てたのだろう。違います。私は正直者です。そんなことをするはずがありません。あの日タリス王は間違いなく私をバカにしました。でも私は王の命令通りに城を出ました。この牙では私をタリス殺しの犯人と断定できるはずがありません。ただのワイン貯蔵室に行ったことは否定はしませんが、じゃあお前はグレブノの城で何をコソコソしていたんだ？私はただ静かなところを探していただけです。フレデリック閣下の奥さん、未亡人のロンナ夫人と話したかったんです。その彼女と話した際に
彼女が引っ張って私の首から取れてしまったのでしょう。とても素晴らしい対話ではありました。浮気してたの？そうなの？じゃあこの牙はお前のものなのか？いえ、その多分。首にはたくさんのものをつけているので分かりません。ですがワインには本当に何もしていません。まあ本当っぽいな。おおよい陛下、続きをどうぞ。投書された手紙だ。知事が書かれた手紙だ。この手紙には毒の使い方と我々の城の地図が書いてあった。そして結婚式に来ていて、このような装飾を施した手紙を使うような人は一人しかいない。レナ夫人、前へ出なさい。やっぱそうなる？北方の殿方しかこんな上品に手紙を装飾しない。確か結婚式の夜、北方の来客は一人しかいなかった。この手紙は庭にある敷石の下に隠されていたところを見つけた。手紙にある絵は七かまどの木だ。呪いから守ってくれると言い伝えられている。悪霊から守るため殿方が子供たちのゆりかごをその木材で作らせた。レナ夫人の息子は呪われていた。だからこの象徴で悪魔を追い払おうとしたのだろう。誰がこの手紙を書いたかは別にどうでもいい。レナ夫人にはタリスを殺す動機がある。結婚式を行ったら殺すと彼を脅していたんだ。そして結局結婚式は開催された。私がそんなことをするはずありません。陛下、タリス王はあまり好きではありませんでしたが、嫌いだからといって彼女の息子の結婚式で彼を殺すわけがありません。それに私の息子とロスリアを結婚させるつもりならイボを殺そうとするはずでしょう。父親を殺したところで何も変わりません。この手紙がお前の王国からのものだと認めるか？認めません。私の王国では七かまどの木ではなくバラで装飾します。もうよい。バラか。続き。毒の薬瓶だ。毒入りの薬瓶。毒もまだ入っているからこの薬瓶は間違いなくタリスを殺害した者の所有物だ。エットン公、前へ出なさい。殿方の間ではお前がさまざまな毒性のある物質に詳しいことがよく知られている。我々が調査した結果、この薬瓶に入っていた液体はタリス王が受けた毒と一致した。それだけではない。この薬瓶はブランカの近くで見つかったんだ。お前の支配下の村でだ。タリスはダストの売買を認めなかった。ラース公によるとお前とタリスの仲はあまり良くなかったらしいな。タリスの死によってアタナの国境は弱くなり、お前はダストの売買をデイバーン中に広げるのが楽になる。商売を繁盛させるためにタリス王を殺した。違うか？ヘルマーの証言によると、お前が何か悪いことをしようとしているのはお前の国民でさえ気づいていた。馬鹿げている。副業として少し関わってはいるが、この商品はもうどこでも買える。デイバーンの市場でさえ売人が溢れているんだ。この薬瓶では私がタリスを殺害した証拠にはならない。誰でも彼を殺せた。もうよい陛下、続きをどうぞ。まあこれだね、証拠の品はもうない。5本、明確な答えはありません陛下。ですが誰かを有罪にしないと陛下が疑われてしまいます。できることはやりました。ここから先はただの政治です。殿方から援助を受けている場合はそれも考慮した方がいいでしょう。証拠なしに誰かを疑ってしまうと人々が疑問に思ってしまうかもしれません。任せてくれオードリー。確証できる証拠はないけど誰かを選ばなきゃいけない。証拠をもとに判決を下す。犯人は